どうも、こんばんは、トウヤです。今日は、YouTube のコメントの方に、春の小川が吹けませんという方がいらっしゃったので、その辺をやっていこうかなと思います。で、春の小川なんですけど、まあ、それ自体は、初心者の方がね、やれるような曲だとは確かに思います。僕やったことなかったんですけど、見て、まあ確かに初心者向けだなと思いました。初心者に向いてんなと思ったのが、1曲を通して全部四分音符しかないということと、そうですね、音域もあまり広くないということもあって、あまり、難しくないんじゃないかなと思います。で、まあ、とはいえ、最初のうちはこれでももちろん難しいとは思うので、やっていきたいんですけど、なんかね、このコツとか、そういったものを、説明しようかなと思ったんですけど、説明するようなコツも、正直言うとないです、このぐらいだと。なので、まあ、一緒に吹いていくっていう感じの動画になればいいかなと思います。ただ、とはいえ、一つ、あるのが、原曲そのままだと多分ちょっと難しいのかな。詰め入り、詰の中メリとか、リメリとかも出るのかな。リじゃないか。登山でいうとこのハメリですかね。が出てきたりするので、そのあたりがもしかしたら難しいかもしれないんですけど、もし、原曲のままやってるんだとしたら、ちょっと胃腸するといいかなと思います。なので、まず一番簡単なもの、胃腸したものを一回吹いた後に、原曲のキーと思われるキーで一曲吹いて、まあ、一緒に、もし練習される方はね、これついて一緒に聴きながらやれるような感じになればいいなと思います。難しくないんですけど、これができてない場合は、なんて言ったらいいのかな、無理しなくていいというか、できる範囲でついてきてくれればいいと思います。はい。っていうところで、まずは胃腸したもの、非常に、楽譜をここら辺かな、ここら辺にちょっと出しながらやろうと思います。はい。胃腸したものでやりますね、まず。いきます。あ、そうか。このままだと楽器が見えないかな。なので、どうしようかな。このぐらいの位置がいいんですかね。ちょっと顔見えないけど、これでいきましょうか。いきます。これが、胃腸したもの。多分一番これが簡単じゃないかなと思います。で、初心者の方ということで、こっちができるのがまず最初かな。で、これができたら、元気でやれるといいと思います。元気をやってみますね。こんな感じかな。間違ってないと思うけど、はい。まあ、こんな感じで、
合わせて練習していただければいいんじゃないかなと思います。今日は、こんな感じで短い動画ですけど、なんか役に立てばいいかなと思います。はい、ありがとうございました。